はい、今からご飯を食べに行きます。はい、昨日ね、あった、ミャンマー人の友達とまた食べることになりました。はい、まあ、今日も時間があったら食べましょうかっていう話だったんですよね。ただなんか忙しかったから、忙しいっていう話だったんでね、どうしよう、期待薄だろうなとかと思ったんだけど、なんか時間が空いたみたいで、はい、仕事が終わったということで、で、前にもね食べに行ったんだけど、日本のカレー屋さん、日本のカレーを出してるお店、オーナーは日本人じゃないみたいですね。はい、ミャンマー人の方ですね。価格もね結構リーズナブルですよ。はい、だいたいカツカレーで3000チャットぐらいかな。はい、だからまあなんだかんだ飲み食いして、そうね、まあ、全員で3人食べて、1人5000チャット前後かなというところで、1万5000チャットで、まあ日本円だと1300円ぐらいかな、まあ、という感じですね。はい、味はね、まあ、こんなもんかなって感じですね。日本の一般的に家庭で作られているカレーライスの味です。はい、だから日本で店を運営したとしても、なんかまあ売れるとは思わないよね、正直。道間違えた。チャイナタウンなんですよ。まあ10分、15分ぐらい時間あるからまあいいんだけど、ここの道がね、右側に一方通行なんですよ。スーレーパゴダの方にね、なのでまあ歩いていきます。はい、あんまりねお腹空いてないんだよね実際。食べに行く予定で、っていうかもう持ってなかったから、あんまり、ちょいちょい食べちゃったんだよね。まあまあ、なんか食べられるでしょう。19番ストリートにあります。で、6時45分で、今6時24分ですので、あとまあ20分あるので歩いていきますね。はい、これが、ミャンマー最後の食事かな、実質的にはね。明日は7時か7時半で半出発になります。はい、そうだよ、6時ぐらいに起きてちゃちゃっと支度して、で、7時からご飯なので、ご飯ちゃちゃっと食べて、はい、という形になりますね。あといらないものは置いてきますね。 T シャツとかズボンとか、このね短パン、この短パンもね置いてっちゃいます。日本帰ってもどうせ着ないし、これきついだね、ちょっとね。なので、あと T シャツも 4,5 枚ぐらいね、全然十分着れますよ。ですので、まあ誰か着てくださいみたいな感じだね。ここが何番だ？まだまだですね。まあ、10分ぐらい歩けば着きます。はい。いや、体が重いね。やっぱり食べるとね、ご飯をね、3回は食べ過ぎだね。昨日はね、まあ、飲みながらも食っちゃったし、ね、ピザ食べた後にね。あれ見えますかね、提灯。ね、あれ。これがね、チャイナタウンですね。チャイナタウン。はい。あそこまで歩くってことですね。これが26番ストリートです。はい。チャイナタウンがね、ちょうど19番ストリートなんですよ。はい。
で、右側ですね、右側の方がチャイナタウンでバーベキューとかがいっぱいあるお店、です。で、このカレー屋さんはね、左側にあります。はい、なんか、今日ね、メッセージがあって、この間食べたところでみたいな話だったんで、まあいいよってなんか行きたいのかなって感じだったんで、そう、もうちょっと、違うところでもよかったんだけどね、まあ、多分、なんか食べたいものがあるのかもしれません。最近なんだかんだマスクしてるミャンマー人も多くなってきましたね。でね、多分ね、会社かな、会社でマスクしろって言ってる会社は多分してるんだと思いますね。そんな感じがする。個人ではね、基本的にはしてないと思うんですよね。昨日なんかプライムニュース、私ちょっと見てないんだけど、YouTube でね、常念司さんかな、このチャンネルちょっと見てて、もうね、手遅れだって、手遅れ、もう感染拡大は絶対にするって言ってたね、新型肺炎ね、私もそういうふうに思ってました、もうこれは無理だろうなと思って、でね、やっぱり同意見だったらしい、同意見というか、まあ、今300人死んでますと。で、感染者数だね。これはね、もうね、もう20倍、30倍ぐらいいるだろうって話で。そういうふうに言ってました。だからね、逆に母数が大きくなるわけだよね。母数が大きくなる。なので、現段階でだいたい致死率が2から 3% でしょ。それが母数が大きくなれば、まあ 1% 以下になるので、まあインフルエンザみたいなもんよっていう感じで話してましたね。まあ私もそう思います。はい、でずっと Facebook にもそういうの書いてたし、ね、もうこれは無理だと。で、もう風邪だしっていう。だから効かない努力をすると。であとは、高齢者とか持病のある人をね、中心で治療をして、あとは、あとそう、医療崩壊を招かないことが重要だって言ってましたね、パニックにあってね、そうだね、それは、そうだなと思いましたね。そこまでは気づきませんでしたね。あとはその、なんだ、コロナウイルス、新型肺炎との薬と、肺炎の薬と、あと HIV の、ね、薬を併用すると、かなり改善するらしいので、劇的に改善するって、なんか言ってましたね、タイかな、どっかの病院が試したらしいけどね、もう本当に危篤状態だったんだろうね。でそれでもう試してみるかみたいな感じで、どうもやったみたいですね。だから記事を読んでるとね、それで劇的にもう回復をしたということなので、まあ、治療法はある程度は見つかってるということでしょうね。これみんなもね、バス待ってるところです。ここチャイナタウンなんで、これでみんな帰るところですね。すごいね、金屋さん。日本で金を買う人なんてほとんどいないけど、やっぱりその、まあ、発展途上国、新興国はね、金を買う人が多いです。というのはね、自分の国の通貨に信用がないからですよ。いつその暴落というか、もう紙切れになってもおかしくないっていう、そういうのがあるんでね。物に変えておく、価値のあるものに変えておく、ということですね。はい、
金が値上がりするとかそういう問題ではないですよね、はい、だから投資目的ではないということですね。自分に身につけておけば、ね、いいということですよね、うん。でまあそういうことする日本人ってほぼほぼいないですよね、多分ね、うん、だから日本の通貨はね、やっぱり世界三大通貨と言われるだけあって、信頼があるということですね。あとは、まあ、危機的状態になったら円高になるじゃないですか、ね、基本的にはドル高にはなるんですよね、はい、ドル高にはなるんだけれどもさらに円高になるということですよね、はい。まあ、それだけ、なんて言うでしょう、まあ、信頼があるというの と、まあ、買われる、そうね、買われるというかね、まあ、基本的にはその流通してる流通量が減ってしまうからね、日本の場合には、ね、不景気になったら減ってしまうから、日本政府ね、新たな国債発行しないし、はい、それになので、まあ、経済がしぼむということですね。で経済がしぼむということは流通しているお金の量が減るということになるので、相対的にね日本の円の価値が高まるということです。はい、それがまあデフレにつながるということでね、はい、ここがね20番通りです。これねもう2月4日だからね、もう春節終わってると思うんだけど、やってるね、ハッピーニューイヤーね。いつまでやるんだろう、こういうとこはやっぱり日本とは違うよね。日本だともうね、クリスマスとか終わったらもうその次の瞬間ね終わるからね、もう街全体がもうハッピーニューイヤーになるからね、でもこの間どこだっけな、ダウェイにね、泊まってたらね、まだね、メリークリスマスしてやこういうところはねやっぱりそう、なん日本はきっちりしてるよなというふうに思いますね。はい、35分、あと10分。はい、中期グバン通りね、チャイナタウンね、向こうです、向こうですね。ただ今日は私はこっちなので、まあ、チャイナタウンね別に行ってもバーベキューしかないからね、うん、別にバーベキューなんかどこにもあるし、味の差なんて大して変わんないだろうから、どこ行ってもまあ同じっちゃ同じだよね。何も高い金払って食べる必要があるのかっていう話だよね。いるのかな、まだ来てないね。まあちょっと様子見ましょうか。これもあるんだ、復興。なんか美味しそうな店だけどね、これね。あ、そう、20番通りの、ここ19番だけど20番通りのところにね、お粥のお店があるんですよ。そこ美味しいですので、はい、もし機会があったら食べてみてください。チャイナタウンな、19番通り、チャイナタウンっていうかな、うん、それの一本横です。はい、20番通りです。はい、なんだかんだね、あれなんだよね、ミャンマー料理は脂っこいからね、ああいうおかゆのお店もいいと思うよ、うん。マッサージのお店が結構濃いね。将軍なんてあるんだ。
将軍とかジャパニーズレストラン、あ、日本レストランなんだね。将軍は初めて聞くね、名前は。いない。高いからね、日本料理はね。調味料が高いからね、どうやったって高くなっちゃうんだよね。安くできないんだよね。そう、醤油とかもね、日本の倍だからね、うかつに日本みたいにドバドバ使うことってなかなかできないんだよね。ただそれしないと日本の味って出ないからね、難しいよね。あ、ここホステルなんだね。ホステルとバーが組み合わさってるんだ。バオバベッツホステル、初めて聞く名前だね。最近できたのかもしれないね、だからこういう形を取らざるを得ないよね。もうそのなんていうの、もうホステルが過剰なんですよ。なので、高いともうみんなお客さんが来ないということですね。今私泊まってるところだって、なんだかんだここしゃぶしゃぶだ、なんだかんだいっぱいにはなってないかな。いっぱいギリ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 、で 90% ぐらいの稼働率はあるかな。立地がいいからね。であと安いし、朝食もついてるし、なかなかナイスなところですよ。はい、なんだっけ、バックパッカーベッド&ブレックファーストというところですね。はい、booking.com とあとアゴダで検索すれば出てきます。はい、なかなかいいところですね。ここ食べ放題なのかな、ここね。なんかそれっぽいね。ルーフトップがあるのがいいよね、屋上がね。はい、今何時だ、今40分なのでちょっと戻りますかね。もう戻ってるけど、お店の中に入って待とうと思いますね。はい。